こんばんは、和佐貴代です。2022年、今年も10月、11月、12月、そして来年の1月も含めると4ヶ月弱になりました。9年のサイクルは、節分、立春を機に1年が入れ替わりますので、来年の2月3日まで、今の運気が続いていきます。その運気が少しでもね、皆さんにとっていい方向に出るようにアドバイスをしていきたいと思っております。では今日は七赤金星の皆さんにお伝えをしていきたいと思います。七赤金星さんは自分のホームポジションである七赤金星の位置にいらっしゃるんですが、去年、今年と収穫の時期に入っています。去年は主に経済的であったり、人的に収穫を得ることができる年になりますが、今年はですね、社会的に認められる、周りから見ても、あの人はうまくいっているなと分かるような収穫を得られるという年になるんです。やっと8年前に蒔いた種が今年ようやく収穫の時を迎えています。この収穫の、量であったり大きさであったりというのは、以前に蒔いた種がどれぐらいあるかということや、途中苦しかった時に投げ出してしまった人は残念ながら収穫を得ることができません。今年もしあんまりいい年じゃなかったな、今までの結果が実ってないなというふうに感じておられる方がいたとすれば、8年前に種をまき忘れている、あるいは途中の時刻土星の時に嫌になって投げ出してしまったなどという結果かもしれません。今までの結果が得られている部分に関してはもちろんそれを享受していただきたいんですが、考えてみてください。今年収穫をしたということは、来年は種をまく年になります。今から来年どんな種をまいたらいいかということを考えるというのもいいですよね。今年はあまり収穫が得られなかったなという方については、ぜひしっかりと来年の準備としてどんなことをしたらいいかということも考えておいていただいた方が準備万端整うのではないかなと思います。そしてせっかく今までまいた種、今年は収穫できる年ですから、もう小さなことにも感動をしながら、感謝しながら、ありがたい、ありがたいというふうに思っていただくことによって、小さな収穫が少しでも大きくなるように自分のイメージを持っていただきたいなというふうに思います。今年は、口が、とても大きな影響を及ぼしやすいという年なんで、口は災いのもとということがありますよね。ですので今年は口をあんまりね、ビッグマウスにしないということも注意をしてください。そしてあまりね、人のことを噂をしたりだとか、人にことをあまりね、ディスったりとか、そういうことがないように気をつけていただきたいと思います。知らず知らずに、人のことを悪く言ってしまったりすることで、自分にね、そのとばっちりがね、返ってくる、そういうこともありますので、できるだけ自分で、注意をして、口を慎むというふうにしていただいた方が、人からのね、信用も得られますので、どうぞご注意なさってください。そして口つながりですけれども、七赤金星の位置というのは、口の中の、病気であったりだとかトラブルも起きやすいという年になりますので、できれば今年歯の、点検といいますか、定期検診なんかも行っといていただけるといいんじゃないかと思います。歯は痛くないと歯のトラブルというのは気づかないことが多いですよね。で、もっと早く行っておけばよかったということになることも結構多いですので、できるだけ口腔内のケアは今年のうちに済ませておいてください。
実はこの収穫の時というのは、喜びというね、キーワードがあるんですよね。ですので、できるだけ、大げさにというかね、喜ぶということがさらにその喜びを増幅させていくことにもつながりますので、小さなことでも自分に起きてきたことを大げさに喜んでみていただきたいと思います。そうすることによって、習慣化されて常に起きてくることが喜びで包まれていくと思いますので、ぜひ小さなことでも大きく喜んでみていただければと思います。そして人からしていただいたことにも、小さな親切を大きな感謝で返していただくことによって循環してまた大きくなって帰ってきますので、ぜひ、感謝の気持ちを表すということも忘れないようにしていただきたいと思います。いろんな人が集まってアイデアを出し合うというのもとても向いている年ですので、普段ね、なかなかお会いになれない方、今オンラインとかでね、会えたりもしますので、皆さんとね、楽しくおしゃべりする時間も増やしていただくことによって、いろんな情報が入ってきたりだとか、自分が必要だったね、いろんな情報を教えていただいたりだとか、皆さんから聞いたことで、あっと何かヒントをいただいて自分の進む方向が見えたりとかっていうことにもつながっていきますので、いろんな人とねお話をする機会もしっかり持っていただければと思います。では喜びや感謝に包まれる年にしていただきたいなと思います。そしてまたね、来年いい種がまけるようにしていただければと思います。はい、では、次回は八白土星さんについてお話をしていきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。では、さようなら。